ただいまぶつかりましたけど大丈夫です。ベンチが多いね。ベンチ率高いね。あ、そうですね。さて皆さんおはようございます。おはようございます。さて今日は11月某日ですね。あのハルデンベルクといえばリコに来るのではなく、この周りあの交通量が少ないので、M さん前にあの誕生日にガエルドスパイダーを買ってあげると約束して、もうちょっと経てば誕生日なんです。お嬢に貢ぐ社長みたいで腐って編集者に書かれてしましたけど、まあガエルド買っても、まあ、当然買えるんですけど乗れないと意味がない。で今日私の SV を初運転、意気込みをどうぞ。めちゃくちゃ緊張してます。やっぱり、うん、頑張りましょう。頑張ります。はい、じゃあ乗り込むところから行きましょうか。はい、開け方わかりますよね。おお、まあまあ慣れてますやん。ということで私も乗り込みます。よいしょ。いちいちこういうのをするときによいしょっていうのはもう年寄りの証拠ですね。はい、で自分がオーナーやのに。あんま緊張してます。あんまぶつかりましたけど大丈夫ですか。押し込んでください。で、はい、ブレーキを踏んだままパドルシフト手前に、はい、それで一速に入りましたね。はい、でまあゆっくりウインカーをまず出していただいて右に、それでゆっくりブレーキを離してアクセルをゆっくり踏んでください。おー上手。そう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 です。でバルブ開けますね。開けなくていいですか。いや。開けないとあの僕の動画じゃなくなってしまうので。喋りたくなります。緊張して。あ、本当。じゃあ僕ずっと喋ってます。これ左ですね。そろそろウインカー出していただいて、一応ね左後ろをこう確認いただいて、一旦止まりましょう。そうですね、いいですね。完璧やん。やるやん。すごいね。まあ、実はベンツでまあまあ練習してましたもんね。これ左折です。はい、これ手前の方はね駐車場に入る車だから、それは無視していただいて、その、うん、ちっちゃいあの黄色い軽の後ろです。うん、この辺大丈夫です。で、まあアベンタのあるあるなんですけど、できればここで。パドルシフトを両方引いていただいて、そうですね、ニュートラルにしていただいて、さすがです。後ろパトカー来てますので、パトカー来たらすごいわけです。運転させてくれへんで動画でおっしゃってたので、夢が叶いました。みんな運転するときは緊張しますが、めっちゃイキってるじゃん。多分さ、オーナーだと思ってイキったけど、実際さ初めて運転する私なんだよね。確かに。でも旗目に見たらオーナーに見えるんじゃない。女みたいな。いや、あんまりこういう車ってガン見されへんからさ、チラ見でさ二度見されるパターン、ああ女性やみたいな。でも一時期本当に新型コロナで人がいなくなった時って車すらも走ってなかったけどね、今すごく車がこう走ってるから、だいぶ経済回り始めてる。来てくれる、うん、
台場の海で、まあ、ちょっと、ね、だいぶ減速した方がいいかも。結構カーブきつい。うん、そうです。で、突き当たりへ合流します。止まれて。まあまあ自分運転できるやんって思ってます。思ってます。いや、そう思っていいと思います。いや、全然なんかスムーススムース。結構冷静に運転できてる自分にびっくり。そうだよね。どうですか、約20分間、30分か、車運転してすごい、なんか丁寧に運転しなきゃって思うから、うん、意外と冷静に慣れた気がします。でも緊張はしました。まあでも、うん、これだったらいけると思います。ガイルドということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったです。ということで皆さん、M さんの運転はいかがだったでしょうか。でここからはいつもの動画のパターンで、私が運転します。といっても、まあ、もう場所が場所なんであまり行きれないんですけど、まあ、ということで今日は禁断の、実はベイコートの地下駐車場にもこのままカメラつけたまま入りますので、まあ、皆さんご存知か、ここの会員もいろんなグレードがありまして、自分で言うとまたこれまあまあ半感覚ですけど、まあ、アッパーな僕が来た場合、いちいちフロントに行きます。まずあるあるなんで、ここでまずフロントリフティングします。じゃあ擦ります。でバルブは閉じます。これはもう大人のマナーです。もう僕の場合は名前も言います。すいません、あ、すいません、顔パスです。顔パスです。あ、でも見て、クリスマスモードだ、綺麗だね。ここで、ここ本当に調子乗って下ってくるとガリガリガリっていくんで、右に行って、で、僕もアベンダ通り乗っていたら、店手を伸ばさないで、記憶諦めて、人間諦めるの大事なんで。あ、でももうみんな帰った後かな。あまり止まってないね。晴れな車は。なんか地味な、地味やな。ベイコ、東京ベイコットにしては。ね、ああでもガイルド。あ、欲しいガイルド。ガイルドやん。ベンツが多いね。でもベンツ率高いね。あ、そうし。上がオゾンが埋まってます。もうドライガオじゃない車も止まってます。あかん、これ多分全然迫力ないわ。本当にないわ。あ、止めようか。あちゃー、あちゃーや。以上、ベイコートの駐車場編でした。お疲れ様でした。